信用してくれ。ほら、これを。通りから離れたい。ビートリンク？でも。つけろ。接続して調整しておきたい。ノアが話すのを待ちわびてる。今日から特集号をチェンジ。あなた何を？早く、急がないと。自分の目はあなたもやりそうです。バランスに。何か変よ。ああ悪い、忘れてた。リンクを切らないと干渉を起こしてる。エンプロイはいつもこれが見えてるの。ああそれほど強制されてないようだな。強制なんてされてない。これでグリッドから消えた。すぐに気づかれる。さあ始めよう。二手に分かれよう。この先で合流だ。ノア、逃がしたぞ。ビートリンクを渡してオフグリッドになってる。フェイス聞こえるか。ノア、私声が聞けて嬉しいが、足を止めるな。クルーガー石膏を振り切るんだ。言うのは簡単だな、ノア。奴らも必死で追ってくれ。手は打ってある。フェイス、もうすぐ古い倉庫に出るはずだ。その中に入れば、あとは引き抜け。いや、対処できる。投稿しろ。頼んだのにどかないからよ。おかげで居場所がバレたぞ。仕方なかったのだろうな。逃げよう。エバダインタワーへは違うルートで、また別れて奴らを混乱させる。あのパイプまでたどり着けるか。もちろんね。よし、ビートリンクが調整されてランナービジョンが使える頃だ。赤いルートをたどれ。タワーで落ち合おう。行くぞ。
なんとか夜明け前に着いたな。ところで、あなたはいつ組織に入ったの？1年ほど前さ。私はみんなと育ったの。いちいち突っかかるのはやめて。でも捕まったろ。しかもノアにかなり迷惑をかけた。何があったか知らないでしょ。よく知ってるさ。それに俺の方がお前より早くて確実だ。フェイス、オリオンに着いたか？着いたわ。生意気な新人がいてゴタゴタしてるけど。二人ともよさないか。いいか、選択の余地はない。エヴァーダインタワーを通って逃げるしかない。クルーガーセックと戦うことになる。イカロス、ビートリンクにコンバットモッドをアップロードしろ。了解、完了した。よし、フェイス、まずはモッドを使って戦闘の感覚を思い出せ。こうならないことを願っていたが、この状況ではやむを得ない。心配しないでね。は大丈夫よ。分かってる。モッドはあちこちに敵のエコーを発生する。こちら側でデータをチェックする。始めよう。もちろん敵同士を衝突させるのも効果的だ。一石二鳥になる。クルーガーセックの無線が静かだ。だが、そこにいるのはバレてるはずだ、フェイス。逃げるにはタワーを通るしかないこと。ガイロはダメなのか？できるだけ地上は避けたい。わかるだろう、イカロス。ああ、わかってる。ナイスキック。いいぞ、フェイス。その調子だ。攻撃の際は周囲のものを利用しろ。これほどフェニックス・カーペンターを捕らえたがるとは少し驚きだ。本名を知られていなくて幸いだったな、フェイス。もっとまずい状況になってたはずだ。どうして？同じことだろ。コナーズ家の歴史を学べばわかるさ、イカロス。今は相手がエコーだが、この先では本物の敵が待っている。奴らを見つけるな、フェイス。準備はというのは。お前は昔から大した戦いぶりだった。できるはずだ。中に入った。お前ならできるはずだ、フェイス。ケーペン、特徴がからシルランダー行くわ。もう一つ、クルーガーセックは特殊ユニットを送り込むつもりらしい。新型ドローンか何かだろう。二人とも注意しておけ。
回収させよう。こっちは他にやることがある。ああ、全員やられた。ついでに給ご飯も送って。こっちはなんだ。危ない場面もあったが本当によくやったな、フェイス。混乱させたのも当然か。結局それがお前の得意分野だ。今後あの特殊ユニットには注意しておけ。戦闘訓練を強化したらしい。お前がルス中に引っ越したんだ。セファー交通ハブに来てくれ。そろそろ戻ってこい。探索中か、フェイス。帰ってこい。タワーを抜けるところだ。簡単な配達を済ませておく。また後で話そう。ノア。分かった、イカロス。俺たちにはまだやり残したことがある。近くに来たらマークでわかる。それをたどれ。その後でお前の復帰について話し合おう。ちょうどいい仕事がある。